アイケンさんのやつはエンドゾーンやりません。ちょっとハンからやりたいことはあるから。そうなんだよね。どうすか？サプライズ企画が。誰にですか？みんなに。スペックランとうとう女優加入が。よっしゃ、レッツゴー！レッツゴー！なんか今のエンドゾーンもゴミとかなんとか、いつも言われてない？それはハロウィンっぽくなってません。はい、あ、ということで今回は一回やばい、本当にどうした、ワールドを離れた、本当に真面目に落ちた。お前ふざけてるかどうかわかんねえんだよ。こっちスキン変えただけっすよ。絶対それ強いプレイをする時のスキンがあるんですよ。ガチめのスキン、このスキンにしたらいいプレイができるっていうスキンがあるんですよ。この上に乗ったらもうさ、間違えた間違えた、おー乗れんじゃん本当に。え、あとも、なんかスイッチケツに一瞬でやられたわ。うわぁ、何このやつまで目がいい、こんな一生タイムにノースイッチケツはお前ら上手になんだよ。やっぱ相手をリスペクトして褒めたたえることは大事なんで、俺がそれできてないんだよね。だから俺はコネアさん弱ぬめもに負けてやの。うわぁ、言おう歌って、おもろいガチ、お前歌うやん。なんでお前、なんで DS そのタイミングでそこいんの。あーよーって、歌って、じゃあみんなでイケボ選手権する。それさ、歌うのはいいけどさ、シャルフルにもあれだからさ。いや何お前、キモすぎだろそれ。じゃあお前、俺ヨルシカにどんだけ被害を被ってると思ってんだ。ヨルシカにどんだけ被害を被ってるって重々承知だろお前。ごめんねてかお前マジで真っ黒じゃん、黒ずくめの組織みたいな感じの。この辺、この辺じゃねえあれ。あ、俺じゃない。コネアはヌメモンにやられました。コネアさんよら、やめちまえやめちまえやめちまえ、めちゃくちゃおるよお前。大丈夫、未来か、ぞみんなコネアみたいにちゃんと意識して歌えよ。愛を歌って歌って、あ、お前ら、お前選手権始まってるって。ハマさんの歌聞いてみて、わかる。ハマさんからギターだけ歌ってくださいよ。ハマさんの歌は全然聞いたことない。ハマさんの歌聞いて生きて帰った人いいの？そんなにやばいの？ジャイアン上手くねえよ俺。ハズペガサスも沼、コネアも沼。なるよ、俺がちょっと頭かいてる間に、そうやって攻めちゃった。あーもう、うわっ、ヌメモンも沼。うわっ、ちょちょちょ、こっちか。さようなら、さようならよ、取りますけども。はい、あいあい、ひょっこりさん。こっち来んのやめてもろていいですか？やめてくれや。下からも上からも下からもマリコ。マリコ誰？マリコ。マリコ。高木さん。お前言ってるけど、顔キモいよ。お前言ってるけど顔。お前言ってるけどさ。マリコはスペイン語でゲイって意味だね。デリケート。DS マシか。コネアに負けちゃう。お、負けた。お、ナイスコネア。さすがに勝ったよね。トリックショットとかしてちょっと生きんじゃねえよ。負けてないけどね。あ、え？弱い。カイル怪人に負けてるって。はい、お前は所詮ね、コネア。お前は所詮。中央戦のジャッジに負けてんだよ。高木も俺に負けたから実質お前も負けてんだよ。それは意味が。なんかコネアがさ、さっきまでグイグイ来たのに俺たち近くになった瞬間ガチでやってんの草なんだよ。はあ、沼を打つでーす。なんか抜かれた音が、は一発で死んだんだけど意味わからんって、マジでなんなんこれは、ハゲームが。ほんとヌメモン VS 高木、おーうますぎ、俺マジでうますぎ、弱い、死ねよ、死ね、おら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 、死ねよ、バカかこいつ、撃たれてんのに、あーやられそうだぞ高木。そんなこと言うてますけども、お前まだ下打ちしてんのかよ。うわDS 対コネア、素晴らしい戦いありがとうございます。おっと何してんの高木は、え、あ、もうこいつメタルギアしてんだけど。だってだってショットガンがコンバットだもん。あ、わだってなんでトンブトンダンブルンダディンダルドドンダンダン、こちら以外もう一人しかいなくない、なんかみんな抜けてんだけど。あ、いっぱいいるいっぱいいる、そう、いった、誰誰あんな打ってくる人、あなんて、え、なになに、めっちゃいるんだけど、なんかさ、なんかめっちゃいるんだね、なんか気づいたら、ちょっと待ってよもう、あめっちゃ多いした。え、これペガサス VS コネア、おそうか、
閉じ込めたけども、うわー、はいー、はい、すぐにペガサさん閉じ込めようって頑張ってたけど、ペガサさん普通に喋り出れたね。閉じ込めが甘いんだバカ。これだって、だって他誰か聞こえないのか。声これ次行きますよ。こんばんは、あざまた GG でした。え、クソエッグから入りますか。ちょっとプライ遠慮してきますけど、タモワさん、タモワさん対って嬉しい。切れた。ロビー戻ったから、うん、大事だね。俺も世界一うまい。俺はモンブラール、俺はベンジーフィッシー、タマフィッシー。この試合俺のもんじゃ。タモワさんベンジーフィッシーしてんしね。ふざけてんのかお前本当に。え、でも最近俺ずっとベンジーフィッシーの生放送ずっと見てる。ベンジーの動画見てタモワさんが吸収できることは何もないっす。うるせえタカ。ベンジーベンジーだな。なんかすごい。でめっちゃ今回人いるよ。え、しかもゲームゲーム VC の誰で、誰ですか。生活音。お前さ、スピーカーでゲームしてるだろ。聞こえてるか俺の声。お母さん。あ、音割れしたね。こいつ宿題しないでゲームやってるぞ。どんな教育してんだよこれ。宿題。学校行け。学校系普通になんか恥ずかしくなるんでやめましょう。もっとさ、このやめ SDS。うまお前、これ TS うま。TS うまいんだ。閉じ込めるの早い。うわぁ、ベンジーフィッシュだわ。俺がこのやりやる。俺がこのやりやる。頑張ってください。え、待って、誰これ殺して。誰ですか、落ち着いて、頭。誰、誰、誰、誰も殺すぞ、本当に。お前さ、俺だって分かってただろ。こんなこと。金額の色合いが。うわ、今回人数多くて面白いな。天井も面白いとか言うの本当にやめた方がいい。不謹慎中湧いてるって。あ、弱ペガサス。おかしいだろ。ペガサスやられた高木に。いやいや違う。いやそれはもう人生の汚点だわ。高木にやられたら。もうあれなんですよ。最近、うん、今頑張ってゲームやってるけど、これ人生の汚点にならないかなとも心配になって。いやそこまで考えるな。考えるな。感じろ。おい。腹立つ、自分の声聞こえんの。あ。こいつじゃないな。弱っ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 。これ最後ワンワンじゃね。これ上誰、野良じゃね。高木勝てよお前。コントローラー、ここからいきなり本気を出していくんですよ。こんな使い方か。いやだからマジでさ、お前らと違ってこっちはエンターテインメントでやってね、ここで負けたらさ、だからビジネス敗北なんだよ。うぜえな。早口早口すんげえ早口。はなんかはぁーパサスさやるね。てか俺に負けてた TS さんどうすか。安定度のやつに勝てないレベルの俺に負けてどうすか TS さん。え、また TS 倒したの。いや今さっきの試合です。今さっきの試合か。口が回ってないっす、いつもみたいに。陰キャ特有の早口のなんかベラ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 気持ち悪い喋り方してるのに。てか俺の方が早口だな、気持ち悪いな。あれ映画館の予約取ろうとしてるからさ、今日君たら陰キャと違って。ハイグラウンドバッチリ取って、おっと狙っている。ペガサスがコーナーを狙っている。そしてヌメモンも頭出しを狙っているか。うわー 110! わー、これは痛い。ヌメモン、お、こんにちは。ここでヌメモン VS コーナーの戦いを、後ろからペガサスがついていく。なんだこの状況は。そしておいしいペガサスが全てをかっさらっていきました。やっぱり高木はフォートナイトだっていうのを見せたい。やばお前やばいな。食べ物粗末にしちゃあかんって。うん、やべ。おー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 、44からの白ダメ。お互い白ダメ。さあ、おっと、これはダイナミック。やばい、こいつは相手にしちゃうやつ。これずるいって。こいつ、あいつ、あいつにしちゃー。初手 TS かペガサスかにやられるんだけど。あ、私も初手 TS にやられました。なんでこんな人がいてそうなる。わーお、一発リック。おっと、 TS 対ペガサスやん、これやばい。ガイアが、うわー、あー、ガイアが、ガイアもやっちまえ。俺マジ、俺ほんとそれなりのものじゃないと俺マジで喜ばないですよ。なんか一例を出すのであれば天皇陛下に。黙ってるわ、黙ってるわ、わかんだからよ。黙ってるわ、クサ。もしこれでクソみたいなもんだったら、普通にこれせなんかクリエイティブのマップとか。タモさん的には評価なんすか。星3つです。あー、3つかい。星3つはマックスだからな。あ、マックスなんすか。え、星3つですって知らないか。知らないな。え、なんかゲーム内のやつですか。ゲーム内のことですか。ちょっとなんか素晴らしい。ラストクソエクランが勝っていく、取っていく、勝っていくんですけれども、もうちょっと待ってほしいです。負けるなよ、こっちはよ、真面目にやってんだよ。プレゼントのためによ、サプライズマザーファッカーのために。ついなに、サプライズマザーファッカーのために、サプライズマザーファッカーで敵を取りなさい。